はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回も聖剣伝説3プレイしていきます。さあこれね、宝石の谷ドリアンかなに来たところからなんですけど、ちょっとね今回はまあマイクのね電源の切り忘れということで、はい、音声ね後取りになってしまってるんですけど、まあ小1時間ぐらいね喋ったことが全て消えてしまっていて、はい、今回はちょっといつもとね違う形でやっていきましょう。でまあこんな感じでね敵を倒していって、まあ当然敵も強かったんですけど、はい、ボスですね、真珠ランドアンバーで出てこないってね、なんか岩だけ上がっていって出てこないっていう。でここはね今度サンダーじゃなくて、あ、サンダーか、相手が地属性じゃないのかな、じゃないけど、まあ、風属性をねこれつけて、はい、戦っていきましたね。でみんなにつけていって、こいつね、こいつ神獣とかじゃなくない、これ古代兵器みたいなやつが出てきていて、あ、これでねシャルロットにもやって、これが結構時間かかるっていう。でもうぶん殴ってくるっていうね。神獣じゃないよなこいつ、何なのこれ、コアみたいなやつあってね、前回カボチャのやつみたいなの出てきて、ほんと神獣でも全然違うよな。あ、クラッシュボールね、これみんな助けてよって見て見ぬふりみたいな、全く助けてくれないからねこれ。でこうやってしっかり解放しながら、やっぱシャルロット強いね、こうやって攻撃に属性もつけられるし回復もできるし、マジシャルロットは強い。でまあこの2人のねアタッカーでぶん殴っていて、属性つけたこともあって、まあ、200とか出てますね普通の攻撃で。でこれは見て見ぬふりね、助けてよ、なんで助けてくれないのこれ。アハマパンチ、まあ3つ4つ敵ってねこの神獣技持ってるんですよね。まあやられてもすぐ回復で、敵もこれ結構かわいそうだよな、食らわしても食らわしてもガンガン回復してくるっていう。はい、もうこれね、でこれ当たらない状況ね、なんか当たらない時間帯があるんだよね。あそこ行く、これ全体攻撃かな、あ、一人だけか、アースクエイクという割には。で、プロテクトアップして、敵ね、防御アップしたのかと思いきや、死ぬっていう。もう最後の技がプロテクトアップって、最初にしようよ、これ。なんで最後に能力アップすんの？バカすぎるという。ことで、はい。これ3体目だったかな。残り5体ね、神獣。ってことで、次に、行って、次は氷壁の迷宮ですね。氷のところ。で、ここはね、まあ、最初にマナストーンがあったんで、奥には入らなかったんですけど、はい、奥に入っていって、こいつね。こいつはなんか属性攻撃ね、これしてきて。なんか強かったんだよな。これね、炎出てるでしょ、攻撃に。まあ、でもフルボッコにしつつ、まあ、レベルもアップしてね。そして、まあ、こんな感じで経験値も高いですね。300とか400とか。結構いろんな道があってね、さすが迷宮というだけあって、ちょっと迷いながらも、まあちゃんとね、こうやって進んでいって、で、この奥。はい。フィーグムント。そう、これ読めないんだよな、すぐに消えて。で、ここは当然、ね、水なんで。フレームセーバーつけていきました。これがマジで強いね。で、みんなにつけて、はい。なんかこれ、この敵っていうかボス動いてこなかったね。だからフルボッコやね。全員でリンチして、やりつつ、ぶん殴って、これかわいそうだったね、本当に。全く抵抗してこないからね、こいつ。ちょこまか動くだけで。ね、これ、完全にリンチだけど。いじめだろこれって。ただこうやってね動いてきて動いてきてでもあ、そうそう、それでなんかねどっか行ったのかなと思ったら、これね裏に行って、もうこれずっとやられてたら勝てないけどね、なんで上に出てくるのかよくわかんないっていう。
これやってたらこいつ最強でしょ。ラスボスじゃないこいつ。誰よりも強いんだけど。まあ全体攻撃ね。さすがにそんな楽には勝てないと。いう感じで。まあ回復して。とにかくね、この時全く本当にダメージ入らないんで、ひたすら耐えるしかないっていう。おかしいよな、こんなの。こいつずっとこれやってたらもう最強だもんね、本当に。あ、それでこの状態上ね。なんかスノーマンみたいな。これはまあ、状態上回復で。これもできるからね、シャルロット。直して。まあ、耐えつつですね。耐えるしかないから、この時は。で、また帰ってきたところを、狙い撃ちね。まあ、この時に本当にすげえダメージ入るんでね。全く動かないから、これ。ほとんど何もしてこないっていう。そして、なぜか爆発するってね。火薬でも入ってるな。体の中に。いや、ロボットだとかだったらわかるけど、普通生き物でさ、なんで爆発するか意味わからないんだよ。なんでこれ爆発すんの？という感じで、はい。半分まで来ましたね、ここで。で、次が、このローランドに降りて、そしてね、まあ、ここ前行ったところですね、最初の方に。はい。もうレベル見てわかると思うんですけど、敵の9とかね、まあ、こいつらを軽くボコって、で、懐かしのこの、風の道ね、風の回廊だったっけな。行って、このハーピーかな、と戦ったところ。で、見て、空の彼方、真珠に違いない。そして、こいつ呼び出すと、フラミーね。でね、なんかこれ、すげえ遠かったんだな。なんであそこか行かないといけないのかわからないぐらいで、ね。すげえ移動して、結局ね、ほぼ同じところら辺に戻ってくるっていう、わけのわからんね、イベントが起きて、こいつね、敵、もうフラミーが戦った方がいいんじゃないっていう、ダンガード。フラミーの方が絶対強そうだよね。で、ここは、ダイヤセーバーで。相手が風属性なのかな、これ。で、まあ、65ぐらいか、最初は。これつけると、属性つけると、ね、倍ぐらいになるのかな、攻撃。だからやっぱ属性相当でかいですね。殴っていったんだけど、こいつもね、楽勝かな、という感じで最初は、まあ、軽くやってたんだけど、ね、こんな感じで、ここら辺でもう楽勝かなと。そしたらね、急にこうやって消えていって、画面の切り替わりがあるっていうね。これのせいでまた、これ、属性付け直さないといけないっていう、ね、もうめちゃめちゃめんどくさい敵でしたね、これ。また付け直してね。これマジでうざかったな。これをね、多分4、5回ぐらい繰り返したんで。まあ敵のね、そんな技とかは強くなかったんですけど、こうやって何回も切り替えられて、で、また属性付け直してみたいな。それでもね、はい。まあ、つけて、爆発するって。爆発マジで意味わからんよな。血が出るとかだったらわかるけど、なぜか大爆発を起こすっていうね。はい、これで5体目かな。で、続いてがこれ光のあれですね、マナストーンの光の古代遺跡でね、もうここまで行くと敵のレベルの38とかになって、やっぱ後に行けば行くほど敵のレベルも上がってるんですよね、これ。だから順番によって敵のレベルが変わってくるってことかな。こいつね、トカゲになる。これがマジうざいんだよな、進化系のやつ。タフだからね、すげえ。あ、まあレベルなんかも上がりながらね。まあボス戦の後だったんで。で、ここが、なんか、進めなかったんで、水が深くて。うん。このヒント読んで、光、左に光。で、右にハテナハテナ。で、石板のところで、ウィスプね、光の精霊。で、右は当然、光の反対に闇だろうということで、シェイド。これで水が抜けたと。で、さっきのところ通って、はい、ボス戦。ライトゲイザー。こいつがね、この、なんか、カービィで見たことあるみたいな。この白いやつね。雲の敵。
カービィに出てくるあのボスに似てるという感じだったんですけど、かなりのくせ者なんですよね。結構硬いっていうのがあって、あの属性のね、こいつ光かな、光だったんだけど闇の属性つけられなくて、普通の攻撃でいかないといけなかったんで、ねえ、さっきみたいにもう200とか500とか全然出なかったですね。それがきつかった。あとこいつね、あの攻撃力ダウンのね、ほらこれやつも使ってくるんで、相当ね倒しづらい。しかもこれね、消えたり跳ねたりして、こいつはマジで一番時間かかったかな、セイントビーム。まあ、技はね、こういう技は大したことないんだけど、これプリズナ、これ食らうとダメージも痛いんだけど、ドカンってね。そう、これ状態上のモーグリ、これだったらなんか魔法使えないんで、このプイプイ層でね、シャルロットを回復させて、シャルロットで味方の回復をやっていくっていう、あと状態異常も直せるんでね、こんな感じで。これがねマジできつかった。結構ね、時間経つごとにやってくるんで、一定の期間で毎回この作業をやらないといけないっていうね。でまあ苦しみながら、相当苦しんでましたねこれ本当に。シャルドットの MP もね結構使っていってしまってね、11とかで、ここをちょっと金のね像で回復できなかったんで、万全の状況でもなかったんだよな。それでね本当に苦しかった。こいつ消えるでしょこうやって。まあ回復ね、まあ、ここから普通に見ていきますか。まあシャルロットの残り8か。まあただね、アイテムの方で MP 回復あったんで、それがなかったらちょっとやばかったな。プリズナ、これがマジでめんどくさいっていう。結構ダメージも食らうし、ね、でなぜかそれが立つにもう倒れるって爆発して、でまだ死んでなかったんかいっていうね。1回目の爆発なんだったの。ドカンドカンと。はい、これで6体目の真珠撃破ですね。結構来たな。で残り2匹。はい、という感じでね、今回は、何体つけ、4体かな、4体やっつけて残り2体まで来ました。まあちょっとねミスって、うん、音声の方ね後取りになってしまったんですけど、次回はねちゃんと、はい、マイクのね電源入れて、その場のねリアルタイムの音声入れたいなと思いますんで、また次回の方も皆さんお楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全ては現在上がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。